のピオキングです。今日はですね、一発マリオトトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ10メア3、このコースのね、読み方が合ってるかわかんないんですけど、説明文見てください。この島の財宝は一筋縄ではいかないらしい。まあ意味わかんないですね全然意味わかんないですね。10セコンドナイトメアって書いてるから10秒コースだと思うんですよ。ただ目の前にゴールがあって、なんか棒がね3つあるだけなんですよね。あそこに隠しブロックがあると思います。コインを全て取ってからゴール。コインをしかも15枚って書いてたね。コインが、なるほど、そういうことか。ここね、縦列に5個あると思うんですよね、コインが。それを10秒以内にね全部取れっていう感じだね。これ瞬時に分かりました。僕すごくないですかただこれ分かってもどうやってせんのよ。やべ、鼻水出たし今。ちょっと待って、どうやってせんの。やべ、これ10秒以内相当厳しくない？1人しかクリアしてなかったもんね。まずね、これ分かったのが、もう下を叩いてしまうと下から2番目がもう叩けなくなるんだよね。だからこれ一番上から順々に叩かなきゃいけないっていうのが分かりました。なんで一番上から左から順に叩いてってみようか。まず一番左、こういう感じ。そう、うわー、もうダメでしょ、もう無理でしょこれ。で、下からこうね、下ろすように、下ろすよいやこれマジむずいね。やばいね、鬼畜だねこの人。鬼畜ユートだね。もうやだ、もうやめます。この動画が良ければグッドボタン、まあ、やめないんですけど、これ本当に一番上からこういう風に、もう多分ダメだと思うんだよね。これ1回でもジャンプミスしたら10秒っていうねタイムに追いつかないと思うんですよねちょっと黙っていいですか。僕も黙って本気出していいですかね。いや、来たんじゃないんですかこれ。おっおっダンダンダン、ちょっとマジ集中していいかな。もう集中するために黙るね。もう黙ったらね、すごいっていうことをね、みんなにね見せなきゃいけない。そろそろ、はいはいはい、やっはいはいはい、やっ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 、嘘今のはないでしょ。え、何よ、今ゴールしたでしょ。ずるいこれもうゴールせんでよくない？もうゴールの仕方分かったよね。これゴールしたら2回ゴールしたのと一緒だよ。僕、制作者さん、そういう感じでいいよね。来たよこれ、来たよ。いやいや、このコースマジ鬼畜だよね。鬼畜だしさ、よくこれがクリアできると思ったね、作ってそう思わない？いや、なかなかいい線来てんじゃない。いや、これ苦労したまして、本当にもうタイム更新しましたベストタイムめちゃくちゃ楽しかった。でもどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、クイエロクイエロ日本語みたいなトロールコースだと思うんですけど、これを日本語に訳すとですね、わかりません。これを日本語に訳すのはね、マジでわかんない。しかも、あの国旗どこよ、やよさん。やよさん見てたら教えてよ。コメントで教えてよ。どこですみたいな。ごめんなさい、うるさくて。早速やっていきましょう。キノコいる。絶対キノコいるよね。あ、キノコを取ったらダメみたいなコースかな。それ、ワンチャンありえるよ。一旦さ、ちょっと取っていってみる。ちょ、マジ取っていってみようか。なんか降ってきてるもんね。この辺降ってくるでしょ。なんで降ってこないの。なんで次は降ってこないの。もう無視していくよ。どうせこれ魚でしょ。分かってる。いや、ドアの上にバーがあるのは分かんないそれじゃあ最初に左行って速攻キノコ取る。うわ、取れないか。じゃあオンオフが変わったよね。その瞬間に左行ってキノコ取る。こっちでも落ちてきたでしょ確か。落ちてこ、いや、来た来た、うそキノコの裏に毒キノコがなんか隠してんのかな。もういいや、キノコ無視していっていい。もうこのキノコ無視して次のドア入ります。これで合ってる、そういう感じでしょ。なんか速攻ゴールがあるんだけど、なんもなんないよね。やっぱ速攻ゴールはさせてくれないと思うんですよ。じゃあ土管に入って進みましょう。ややこしいなめっちゃややこしいぞここ。今日はじゃあオンオフしてみるね。一旦オンオフをして右に逃げます。合ってた、合ってました。今日調子いいかもしんない。このまま左に行って落ちます。いや大丈夫、
これはキノコを取っておかなきゃいけないっていうことでしょう。で右に行く。そう合ってる合ってる、絶対合ってるよ。であのピンクコイン罠だね。なんで右に走る。ほら来た。でオンオフをして右に行きます。そしてここでなんだろうね、それじゃあドクロコースターが来るからね。そしてボム兵を破壊してもらう。そんでこのハテナブロックを叩く。そうでしょ、熱いよ。このまま右に行っていい、一緒に行っていい、絶対そうくると思った。それじゃあここは鉄球を出す前にまずこのキノコを取っておこうか。キノコ取れないの、キノコ取れないのか。じゃあ左だね、左にキノコをやっておいてここで鉄球を出してキノコを取ってさらに右に進むノリノリじゃねえか自分で思うけどノリノリじゃねえか。じゃあここでオンオフをもう一回してもらうでしょ。その瞬間右、違った早く進まないけんかったね。それじゃあここは鉄球と一緒に行ってオンオフが変わる前に早く右に行かなきゃいけないと思うんだよね。そしてこのクッパクラウン乗っていいものか。さあ乗ります。そして一緒に行きましょう。うわ鍵どうする、鍵取っておく、一旦取っておこうか。さあ鍵を取りました、笑われました。あれなんか上に上がれない、なぜなぜ上に上がれないの、なんで上に上がれないの鍵の重みで弱すぎだろクッパクラウン。鍵を取ったら上昇しないんでしょうこのクッパクラウン。じゃあ鍵を取らないで左に行きます。そしたら上昇する、上昇しねえ、大丈夫。ちょっこっち来ちゃったけど鍵いるんじゃないのこれやったいやマジで鍵とは思わなかったね。じゃあこのまま先進みます。そしてここはあの子についていけば大丈夫なのかな、どうなんだろう。左行けると思う、ここ隠しブロックあると思うんだよね、大丈夫っぽい。ブブー言われてるけど中間ポイントだけは取らして、なにマジかよ。じゃあこの土管何なの、死体級的な感じですかね。おねー、下から行ってみる、こっちから行ったら何か変わる。いや待ってやめて、あやったゴールできましたゴールできましたじゃね、中間取りました。じゃあさっきピーヨンがあったからこっちに行けたかったんだけど、こっち行けます。そして何もしないで大丈夫。オーノー、じゃあよこの土管に入ったら10個位の方行けっていう感じかな、ここに行くしかない。そうでしょ、さっきと違うやんか、何ここ、何するのこの土管は。またなんとか、いやクリボー来ないで頼む、いやー来すぎだっていろいろ。じゃあここは何もしないでよかったね。よし砲台があの鉄球を倒してくれて、ここはジャンプします。危ない、あのバネには当たりませんでした。ただしあの左のハテナブロックを叩かなきゃいけないっぽいんだよね。ここで鉄球が出る、そうでしょ、ボム兵か。いや合ってたんじゃない、ワンチャンありえるよあの左のハテナブロック、あれは何なんでしょう、ちょっと見てみますね。Pスイッチか、じゃあこのPスイッチを押して左の砲台からアイテムが出る。あいや違う待って、なんか出てくるでしょ、やばいのこれさあこの P が鳴りやんで、右に行くのか左に行くのか、あ左罠っぽくない、じゃあこのまま右に行くのが正解っぽいね。そしてこのハテナブロックを叩く、そしたら右が壊れるでしょ、そういう感じでしょ。やった来た、今日は冴えてんじゃないの。うわやべえ死に耐久だった、マジかよ。あのドクロをこっちに持ってこいみたいな感じかな。あこれ簡単じゃないの、ドクロと同じ方向にマリオ進めればいけるっていう感じでしょ。ただこれを2回やらなきゃいけない、すごくめんどく、いや優しい死に耐久でよかったね。じゃあここはピヨンが鳴りやむ前にこの扉に入る、こっちが正解だとは思うんですけど、さあここは何もしない、いや何もしない、やった、そして右、よっしゃ、いやーあぶねー今の見た髪よけ、まさかテレサからビームが出るとは思わなかったんですけどね。じゃあここはオンオフをします。そして右に行くのか、どうしよう、なんか出てくる、射程距離長い、オンオフをしてすぐ左上に行く感じだね。そんでここでキノコを取って、上、嘘違うの、ちょバブル、ひどい幼稚園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 じゃあここはオンオフをした瞬間に右に走っていってキノコを取って上、嘘でしょ、よく見たら上すり抜けれるね、こっから上に行って右に行く感じだね。あーだってどこ行った、
どこに行きました私なんかどっかに入ったんだけど、私に耐久じゃねえか。何ですか今回は。どうすりゃいいの。え、チョロプーを右にやれって感じ。なんか今回さ、死に耐久は死に耐久なんだけど、ちょっとミニゲーム要素があるよね。待って、チョロプー急がないで、右に行ったらダメだって、潰されるって。ここやりました、来ました、チョロプーありがてえ。じゃあ上に行ったらよ、あの砲台の上をジャンプしてかわして。なんかあった、今ブロックかなんかあったそれじゃあ砲台の上に登らんようにして、ここでジャンプしていく、そしてドアに入る、これが正解だね。そんでここは砲台移動するでしょ、絶対移動すると思うけど、行くしかないんだなそっちここは砲台に乗っておこう、そしたら大丈夫それじゃあ気を取り直して砲台に乗ります。そしてどうなる。いやー、あ、待って、今の神見た、神神神乗り見たとりあえず中間ポイント2つ目ゲットできました。ギリギリだったね今の。じゃあここでオンオンをしてドアに入っていきます。ドアじゃない土管ね。さあ次はここでキノコを取りましょう絶対なんか変わってねえでしょこのやられたので今。じゃあこのままドアに入っていきますけど、ドアじゃない土管ね今度こそキノコ取ります。取れるよね、ほっ。あ、挟まれちゃうのね、大砲に挟まれちゃうから、このシーソーに乗ったらいけないんだね。じゃあこのまんまジャンプして右に行きます。そうで、このまんまオンオフをします。どうなる。いや、避けるよ、避けるよ、絶対に。おりゃやられねえよ、大砲弾かにやられねえよ僕。さあ何発でもかかって。それじゃあここ落ちて多分左で一歩、そんで左に行ってキノコを取る、そんな感じでしょ。さあキノコ、オッケー。でこのまま下に行って、上のハテナブロックはね叩かない方がいいと思う。多分ドアのね上にバーがあると思うんですよね。なんでこのまま無視していきます。さあこっからどうしましょう。上のハテナブロック、ここは怪しいで叩いてみます。キノコ、キノコが多分右のアームに捕まるね、きっと。あのキノコをどうかして取りに行くと思うんですよね。さあここで下って書いてるね、これ鉄球が出てくる以外ないと思うんですよね。なんでここで隠れておきます。それで大丈夫でしょう。おこの場所に追っておいたら大丈夫でしょう、きっと。そう、よし、守って花で、このまま右に行こうか。バネ出てこない、大丈夫だったね。上に行くか下に行くべきか、下に行きましょう。上は罠だと思います。なんで下はねブラックパックンがいたからね、多分こっちが合ってると思うんだけど、一旦このキノコ取ります。ナイス。そんでここでオンオフで何か変わる、金魚邪魔くせよし、それじゃあ右上のキノコを取った瞬間に左下の土管を目指していこっか。このまま走っていって、あの四角なんか怪しいけど、うわここどうする。オンオフして一旦右に逃げる、大丈夫だね、何もない。久しぶりだなこの罠。オンオフをした瞬間にすぐこの土管に入る、バネが出てくる前にね。さあここは右に行くべきか左に行くべきか、左が罠っぽいよね。なんでそっち行ってみよう、多分こっちで大丈夫でしょ。ほらつこっち正解なんじゃないの。そしてここで壊してゴールができるんじゃないのかな。さあやった、なんでゴールできてないの。え、意味わかんないって、これは初でしょ。どうすりゃいいのこれ、え、なに、どうすりゃいいのって、上に行けみたいな、こっち、え、ゴールじゃないのあれ、ゴール判定、またお前かいや大丈夫、ここは右に行って土管があるよ、こっちが世界ルート、頼む、ありがとうございます見事ゴールできました。ただちょっとよくわかんないね、なんでゴール判定になってなかったんだろうね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。